後ほど、うん、サムリーは。それで犯罪してんの？ええ、大丈夫だよ、ガミトもあいつもしっかりしてるよ。ありがとう、泣いていいかな、今日はもう。やばい、これは可愛いかもしれない。ちょっと可愛いと思ってしまった、今。本当に？え、ここの隣に止めればいいでしょ？そうそう、で、僕が隣に降りれたらマジで神テクです。また俺トラブル巻き込まれました。まあまあまあ、またタラちゃんじゃないです。まっ、OK。 はい、こんばんは。な大丈夫ですか？だうえ、あ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 、やばい、やばい。シュラバ、あ、あ、やばいやばい。オッケー、大丈夫だ、大丈夫だよ。ガミトン、お前このためにわざわざ北に行かずに残ったのか？違う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 。え、てかダーリンって呼んでた？ダーリンさん。え、ダーリン、ダーリンじゃないよ。いやいやいや、なんかこれお兄ちゃんの匂いするから俺残るよ。バルキューサ行きます。そういうこと？違う。そうなんだ。え、違う。ガミダーリン、ガミダーリンじゃこれ。ダーリン、ちょっとこれ、ちょっとお話が。ガミー、この街おかしいよ。おめでとう、ガミー。ガミー、なんでもっと早く言ってくれないんだよ。ただ救助したいだけ、街の傷ついた人を。まあまあまあ、特に私ってことだね。ありがとう。傷つけば治すよ、ウニちゃんも。ガミー、おいおい、真っ白真っ白。ちょ、やばい、もう真っ白真っ白。ダーリンって呼ぶな。やっぱ普通に事故った。事故った。ほんと、どんまいどんまい。そう、いや、本当はね、病院行こうと思ったんだよ。うん、なんで？そう、病院に来ようと思って事故っちゃって。なんで病院に来ようと思ったんですか？え、その理由をちょっと、お見せするわ。うん、じゃあ、起こしてもらったらお見せするわ。あ、分かった。なんかあんのね。それをしに来たんだけど。結婚。ザキさん、最近狂言癖があるんで気をつけてください。行くよ。端の近くのところ行ける人いますか？行くよ。はい、今、お仕事サムリーさん。何？それで犯罪してんの？ええ。ねそれで犯罪すんなって。え、違う、タイはない、タイはない。あ、タイはない、たまたま顔を隠そうとしたらそれ、うん、あ、そうそう、たまたま。あ、それ、あ、たまたま時間がなくて。なるほど、なるほど。そう、お面をね、かけなきゃいけなくて、うん、でも時間がなくて、 あ、どうしようどうしようって探してて、たまたまこれがポーンって頭に、顔に張り付いてきたから。そっかそっかそっか、そういうことか。そうそうそう、それでこれつけてる。あ、どうなの。でもたまたま今一緒だなと思って。あ、今気づいたんだ。あ、そうそう、今気づいた。そういうことか。あ、な、びっくりした。そうそうそう。そうなんだよ。あ、びっくりした。なんかわかんないけど。冷や汗と鳥肌が出ない出ない出ない。一回そのマスク外して、一回そのマスク外せって。なぁ。行くなって。ちょっと。わかん、そっち行かなくていい。そっち行かなくていい。そっち行かなくていい。こっちこっちこっち。すいません、これいい。うちの人たちも、この面使ってるんだよ。あ、そうなんだ。だから、そう、だからっていうのもあるから勘違いしないでね。たまたま、あ、ごめんごめん、勘違いしちゃった。そうだよ。あ、ちょっと知識過剰だった。ごめんごめん。そうだよ、ちょっと過剰よ。うん。ありがとね、じゃあ。あ、お大事にね。うん。バイバイ。それ松葉。頑張ってね。いいよ。松葉取れるまで運転する。運転。うん。デートしよう。人だ。どこまで行きたい？この二人はね、どうしよっか。何？でも特に行きたいとこないっていうな。じゃあ走り回るよ。ああ、いいね。やっぱドライビングって楽しいよね。そうだね。ああ、大丈夫？お疲れ？あ、今でも今ずっと疲れたかもしれない。大丈夫？ナッピーらへんのダウン。大丈夫？あ、取り外された。戻ろう。あ、大丈夫。あ、オッケー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 。オッケーオッケー。ふぅ。あ、え、か、ま、今のふぅめっちゃ可愛かった。ねえ、いいよ、そういうのいいから、そういうのいいから。さすがない。いや、そういうのいいから、そういうのいいから。いや、今の普通にすげえ可愛かった。いや、いいから。ちょ、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 今の可愛かったな。何、うまかった、うまかった、ありがとう、ありがとう、ありがとう。気をつけてね、運転。ええ、大変お世話になりました。バイクって危ないですね、やっぱりね。そうですね、気をつけてください。では、ありがとうございました。
はい、気をつけて。何あの人今まで会話したことないあんなタイプと。あ、今終わった、適用。お疲れ。あ、お疲れ、え、あ、うん、じゃねえ、空気を読むんじゃない。なんだお前は。やるのか。サミー、あ、なに、遠目で終わってるなって思ったけど、ダメだよ、生まさ、ちょっと、ちょっとこっち来て、なに、ガミ、ガミさ、友達だから言うけどさ、うん、何、うん、そう、あのね、うん、なんか生または良くない。なんて言ってんの、生また、生またって何、よろしく、いっぱいいっぱい、浮気するのは良くない。二股、三股とかの何股ってことか。はい。してない、してない。絶対ダメだよ、ガミ。で、そのデートしてる人たちを見て、急に、初めましてのウニさんが、私もデートしたい、結婚したいって言って、俺指さして、ダーリンが目の前にいたってなっちゃったの。やば。だから、俺は垂らしてないでしょ？おー、確かに確かに。うん、で、その後、普通に友達にはなったよ。それは本当。おー。で、なんかちょっと悩んでたから、ちょっと悩みを聞いてあげたりはした。おー、オッケー。オッケー。オッケー。で、あと誰？ヒノラン？うん。ヒノランは、あ、いいですよって言って、ヒノランとクリスマス遊んだぐらい。それは、でも遊んだ、本当に。おー、オッケー。それぐらい。あとさ、本命はヒノランちゃんか。え、待って、まだいるの？え、まだいるの？まだいるの？まだいるの？ちょっと待って、誰だって、皇帝はあと、サウタちゃんと佐藤さんって言ってきた。佐藤？佐藤さんは分かんない。なんで言ってきたか分かんない。サウタちゃんは別に普通に仲いいお友達。サウタちゃん？サウタちゃん別に普通に仲いいお友達。あー、びっくりした。佐藤ちゃんはあの歌ってる子だよね。あ、そうそうそう。それはなんで言ってきたか分かんないけど。はあ、そう、1,2,3,4,4 人の女がいて。女じゃない、友達だって。本命とかないから。うん。オッケー。ガミもやるね。やるねじゃない。なんでそんな普通に巻き込まれたり、友達だったりするだけだって。いやでもすごいと思うよ。いやいやいや。うん。本気なのかな。え、バレンタインでさ、あの人たちチョコレート渡してきたら、あの4人の中からチョコレートもらったら教えてよ。俺はお前またからかう、俺絶対言わない、からかうから。いや絶対絶対もらえないよ。いやいや絶対からかわないからね。いやいやふざけて渡してくるかもしんないけど。いやわかんないよ。ダーリンって言って、これ手作りのチョコレートって言ってくるかもしれないよ。まあ、もらえたら嬉しいですよ。あ、そういうとこだよ本当。嬉しいでしょ別に。チョコレートだってチョコレートは嬉しいじゃん。だってそういうところがモーテポイントなんだよ。上司はそれ聞いたら嬉しいと思うよ。さっきのあの子たちが聞いてごらん、キャーってなるよ。じゃあチョコちょうだい。うち？うん。あ、うちも別にいいよ。やったー。おーい。ゼロ個回避。イエーイ。おかえじゃあ。あ、おかえりー。かわいい。まかちゃん。最近なんかね。たまちゃんって言ってんの、いつもなんか。そう。やりとりしてんの。おかちゃんって言うから。そう。仲良しなんだ。うん。まかちゃんはかわいい。キャットかな。うん。おー、ボブキャットね。行く？俺今日行ったからどうぞ行ってきてください、うん、いや私も行ったんだよね。バカちゃんまだ行ってないでしょ。行った行った、うん、バカちゃんどっち行く？行くって言ってた。バカちゃん陸行きます。了解、うん、ガミヘリ行く？オッケー、じゃあヘリ行く。ガミともヘリ行きます。お願いします。いや、ヘスティア待機してます。ありがとう、お願いします。やったー、頑張るぞー。もう頑張るぞー。バカじゃに癒される。ダメだ、先輩としてしっかりしなくては。大丈夫だよ、ガミトもいつもしっかりしてるよ。ありがとう、泣いていいかな今日はもう。全部教えてもらってんだから。事件のことはガミトもに、絶対ダウンさせねえよバカじゃだけは。やった、あー頑張ろう。行ってくれ。行ってきます。あ、バカじゃ練習しよう。車をできるだけ近づけよう、そこの人たちに。オッケー、止まってね。よいしょ、車を近づける。うん、で降りて、で降りて、で F、 F、 あとラジアルメニューじゃないや、 EMS メニュー出して乗降。
どこ？アブロー大丈夫？オッケー、それを3回やる。絶対打たれて3回です。はい、大丈夫です。3回やる。あー、すごい。で、3人乗って、あとは背負うで。そう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 。ありがとう。それが早い方法。オッケー。お疲れ様じゃん。いや、症状は聞いたよ。ありがとう、説明めっちゃわかりやすい。マニーさん、どうですか、長めの瞑想は治りそうですか。それによって長めの瞑想ですか。お疲れ様。今行ってきたところですよね。はい、乾杯。はい、どうですか、治りました。いただきます。うん、じゃあこれもうちょっと我々にはいつ餓死するかわかんないから。なんかね、私の衛星はね、レギオン神とも行きます。はい、オプション開いて。救隊の方、本所に1名お願いします。こんばんは。了解、了解。連れて行っちゃって大丈夫ですか、病院に。とりあえず大丈夫です。了解。あれ、なんかテンション低い。もう大丈夫、どうした。いや、もうなんか全然死にたいと思ってなかったタイミングで死んじゃったんです、ね。うん、大丈夫、死んでないよ、ダウンだから気絶だよ。うん、勉強だった。まあでも実質死ですわ。なんか嫌なこと起きた。いや、そんなことないですわ。嫌なことないですわ。大丈夫か、元気にして。今日は俺が対応しようと思います。疲れた。今日はダメな日か。いや、でもなんか最近ダメな日多いですわ。なんかあるわかる。ありますよね。あ、わかります。こう、そういう日は何やってもうまくいかない。どうなんですよ、何やってもうまくいかないんですよ。ほら、何にも期待しないで過ごすといいよ。あー、確かにそうですね。今は何で事故っちゃったの。何のあれもないですよ。どんまいどんまい。原因もないですね。ゆがみでもなんでもないし。はい。ありがとうございます。じゃあ、ただ方向がいいものあげる。え、はい。ありがとうございますわ。これ何ですの。俺がね、バイオレットフィズっていうところで店員さんしてる時しか買えないやつ。へえ、なんかカクテルみたいなやつ。そう、ガミトモオリジナルカクテル。へえ、嬉しい。ありがとうございますわ。お優しいですよね。今日一回いいことあったってことで。あ、素敵なこと、前向きに行こう。素敵なこともありがとうございますわ。このまま対応します。そうなんです、ね。うん、ありがとうございますわ。じゃあ開けたら店来てください。ぜひぜひ、ありがとうございます。うん、お大事に。やばい、これは可愛いかもしれない。ちょっと可愛いと思ってしまった今。可愛いなぁ。ねえ、ママ。頑張ってきまーす。はい、頑張ってね。はい、頑張ってきて。すごいいっぱい。Come on. Let's go. Let's go. 行ってらっしゃい。ちょっと待って。ごめん。ごめんなさい。優しいな、バカリを教えてあげて。いや、で、いつ教えるのがいいかなって思って。にちゃにちゃよ、にちゃにちゃ。早かったかな。もういや、まあまあまあ、十分可愛さ成分は摂取できた。できたよね。うんうん、できたできた。ナイスタイミング。癒やしはすごかったな。癒された。ちょっと出かけてきてもいいですか。もちろん。行ってらっしゃい。ちょっと出かけてきます。落ち着いてきたから、大丈夫よ。はい、工芸工芸工芸、はい、来たよ。あー、いらっしゃいませー、ガミトモさん。工芸来たよ。ありがとうございます。いらっしゃいませみたいな聞こえる、なんか音楽が。これ後ろで働いてますね、従業員が。あ、そうなんだ。面白い。え、じゃあおすすめ10ください。おすすめ10で、うん、ドリンクも10ください。え、新商品めちゃくちゃ高いのいきます。新商品一ついくら。1個10万っすね。1個10なら5個。いやいや、大事だ。てか、家系ラーメンと博多豚骨どっち好きっすか。いや、博多豚骨のが好きかな。いや、じゃあそっちっすね、高い方っすね。お願いします。これ博多豚骨と焦げビールで。ありがとうございましたって言ってる。あ、もしかしてそれ長靴ラーメン屋さん意識。あ、そうですよ。あ、やっぱり、長靴っすね。これ長靴制服っすね、これが。あー、っぽい、ラーメン屋さんっぽい、その格好。いいっすね、いいっすよね。はい、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 あざす。あー、いいわ、それ。大丈夫です。じゃあこれもあげます。え、なに、いっぱいくれるね。え、なにそれ。これ焦げ付きブローチっすね。あ、かっこいい。これもラーメン屋さんとか関係なくて、うん、
友達にあげてくださいって言われて、ガミ友さん友達なんで。いや、いいのもらっちゃって。はい。あ、じゃあ大事な方のポケットに入れとこう。いや、ありがとうございます。え、ありがとう。友達、じゃあ友達の人とやる。え、もっと一緒にやろう。え？はい。うえぇー、ありがとうございます。じゃあまたねー。はい、あざした。はーい。また友達が増えた。でも、こげん前から友達だったけど、改めてって感じかな。8156行ってきます。ガミきつく言っといて、その人さっきとも倒れてきたから同じ場所。あー、オッケー。ガミトモこちらです、こちら。ガミトモくん、さっきぶりです、さっきぶり。なんか、ね、お願いします。歪みね、なんか勝手に落ちて、コピロク叱ってこいって言われたんだけど。違う違う、絶対違う、歪みです僕。歪みで勝手になんか落ちて、歪み、ね、ダウンしました。はい、どうか叱らないでください。抱えてたからじゃなくて、いや私もそう思うんだよね。それって何なの？弾みでなんか落ちちゃったんだもん。抱えてたから落ちたんじゃないの？そう、私もそう思ってる。抱えてる時はご飯食べても携帯開いても何しても落ちるよ。いや、マジで携帯開いてないし。え、それって私がさ、スマホ開いても平気？いや、スマホ開いちゃダメ。え？物食べてもダメ。すいませんでした。はい。担いだ側がっすか？はい。担いだ側。担いだ側ですね。はい、歪みじゃない。私のせいでした。ポッピドクシ買ってください。何が歪み、言い訳にしやがって、この初心者が。いやいやいや、違うんすよ。新車気分が抜けなくて。大体人は悪いなって思ってる時、違うんすよ。これ入るんだよ。何も違くないんだ、そういう時は。まさに俺、それ。そうだ、気をつけてくれ。いや、もう請求書2倍でも全然 OK。あなた、違うんです、違うんです。さっき言ったでしょう。いや、ワンちゃん、歪みのせいにして逃れようとしてた。歪みかと思ったら。違う、歪みかと思ったらね。歪みじゃないぞ。細かいました。はい、コピドク叱られました。はい、ありがとうね。ごめんね、ほんとに。もう中毒なんで、すいません。スマホ開いちゃダメだよ。うん、気をつけてね。とりあえず、ある意味残酷ですよ、それ。ポーン来たよ。ポーン来た。ほんと左下。あれ8158。あ、また同じじゃねえか。もう全力、全力。もう、切る、切る、切る。8158。いきまーす。何回助ければいいんだよ。歪みです。歪み。なんだここは。バミューダトライアングルか。ここ呪われてるかもしれない。じゃあなんで来るんだよ、呪われてる場所に。違うのっすか。あの、回収しなきゃいけなくて、どうしても。危ない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 。大げさに来てやったよ。何にも触ってないのに。大死にます。なんかもう本当に同じところで同じ現象が起きてたから。そう、多分この場所が歪んでるとしか考えられない。うん、なるほど。さっきの請求も歪みですね、おそらく。反省してください。もう出張だから、さっきの請求。反省はしてます、一旦反省してます。でも3人も来ちゃって、これは歪みです。でもちょっと今困り果ててて、あそこにぬこくんのヘリがあるんですけど、あそこ取りに行けなくないっていう話してたんですよ。え、これこれ、あの上の、これあの上。オレンジの。あのオレンジの、あそこどうやって登るっていう話。ヘリで乗せてあげればいいか。行きます？ヘリで乗せて降ろすってこと？いや違う違う違う、ヘリで助手席に乗せるから降りればいいじゃん。本当っすか？そんな技術お持ちですか？できる、そんな技術。え、すごい。技術って、え、乗って降りればいいんじゃないの？どこに？簡単に言うっすね。だってあそこにさ、隣に付けられる。誰が運転できる人？これ、ロックさん。運転できます。あ、でも今、松葉杖ないのか。え、待って、これ本当に救急隊のヘリでお願いしてみる。うん、え、もし行けるなら。うん、ヘリといえばガミ、ガミといえばヘリ。めっちゃうまいんすか？乗ってもらえば。うまいんすよ、この人。マジっすか？これ行けたらマジすごいっすけど。え、本当に行ける？え、怖いな。俺も怖い、俺も怖いもん。本当に？え、ここの隣に止めればいいんでしょ？そうそう、で、僕が隣に降りれたらマジで神テクです。いけんの？え、そこにピタッと止めればいい。え、ブレード怖くないですか？え、当たるかな？当たりそう。ブレードはすごい長い。ブレードが怖いよね。怖い怖い怖い。え、うまい。え、すごい。向こう降りろ。降りればいい。今降りですよ、降りですよ、降りですよ。せーの。うわぁ、すごい。ほら、うまくいった。でかい。ヘイシュじゃん。うまいやん。ありがとう。帰るよ。帰るよ。ありがとう。ありがとう。は
ばいよ。もうダウンしないでよ。ありがとう。ガミとも今何してる？今同じダウンの人たち説教してきました。もう病院帰りますよ。え、何また俺トラブル巻き込まれました？いやいや、うん、まあまあまあ。また？もうやだ。誰？あれか、あれはいいや。あれは全然大丈夫ね。おかえりおかえり。あ、ズズさんじゃん。あ、そうそうそう。え、デート中よかったの？で、絶対本当に怒るよ、もう。いや、違う違う。今、女って言ってなかったが。え？またトラブル俺を巻き込まれましたかって聞いただけで別に女なんて言ってないし。あ、女人なんちゃらかんちゃらって言ったんか。あ、やっぱり俺女って言ったんかと思って。ごめん、勘違いだ。めちゃくちゃ早とちったわ、俺が。いや、何してんだか気になってたみたいで、ズズさんが。あ、ズさんは、あれ俺が一言のやつ。あ、そうそうそう、それでチラッて来たからいるかなと聞いただけで。簡単なあれなんだけど。うん。すごいこの前のネタ面白くて、十人いじり。あーありがとう、うんうんうん、バッチリだったから次のバッチリやったんや、次の段階に行こうぜって思って、うん、いやちょっと聞きたい、それやるやる頑張る、あーがっちりベクトル変えてやってみたらどうって話ね、多分なぜなら前後で歌う人がちゃんとがっちり歌うから、あ、はい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 、はい、笑い取りに行くとトップバッターで行く以外に居場所がないような気がする、あーすごいこと言うね、なるほどね、そうそうそう、あーオッケー、わかった、ありがとう、超楽しみ、やってみる、ありがとうね、頑張ってね、はい、バイバイ、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます、あ、こっちの2人も大丈夫です、ありがとう、あなたも仕事してなんでみんなタラちゃん喋りなの、え、うさぎさん喋りなんじゃないかな、タラちゃんじゃないです、タラちゃんじゃないです、うまっ3投目タラちゃんじゃないです、うまっ